東京都知事候補者無所属上杉隆48歳福岡生まれ東京育ち都立広尾高校を奨学金で卒業後鶴文化大学卒ジャーナリスト自由報道協会創設者では上杉隆さんの政見放送です 上杉隆です今回東京都知事選に立候補した理由をお話しさせてください私はサラリーマンの家庭で生まれ育ち東京新宿で育ちました小学校低学年の時に父が急病で人工透析を始めるということになりまして一家の生活が一変しましたそれまでで普通のの暮らしだったのですが 新宿の都営アパートに引っ越さなくてはいけないという状況になりましたただ都営アパートに引っ越したおかげで一家の暮らしはどうにか保つようなことができたわけですがその後さらに父は入院会社を一時辞めるということになりましたその時生活保護これが受給されなんとか食いつないだということがあります弟や妹そしてなんと言っても母も含めて 一家自体が本当に苦ししい時期でしたその後中学校を卒業した私は生活費を自ら稼いで東京都立高校の方に通うことになります都立高校に行くにあたっては都の奨学金をいただきましたその都の奨学金を受け高校を卒業しそして地方の大学に行って今現在の私自身があるとこういうわけです東京都に恩返しをしたいこの気持ちは ずっと働いいててまいりまりしたその後アメリカのニューヨーク・タイムズという新聞社で働き17年間今年の春までジャーナリストとしてさまざまな問題を追求してきました特に都政に関しては石原慎太郎都知事が誕生した17年前石原慎太郎5人の参謀という本を書かせていただきさまざまな問題点を知ることができたこういうふうに自負しておりますその ニューヨーク・タイムズを辞め、ジャーナリストを辞めるときに、タイムズの先輩たちはこう言ったんです。ジャーナリズムで得たものは、ジャーナリズムにきちんとお返ししろ。私自身はこの17年間、多様な言論空間を作るために、ずっとそういうことをやってきました。東京都、都庁内にある記者クラブ、これも17年前に石原さんと一緒に解放したと、こういうようなこともあります。その中で 新しく48歳になった今年どういうことが新しいことができるのか考えたところ、社会貢献、何かをしよう、そこに東京というものがあったんです、東京都へ恩返しをしたい、東京都知事選が始まり、さまざまな候補者の名前が出ました、でもおかしいじゃないですか、何党の推薦だ、あるいは統一候補だ。 東京のことを思っている人本当にいるんだろうか、この疑問がもっと東京のことをきちんと考える人いないのか、いないんだったら、私自身がこれを訴えよう、そして東京で知っている問題点、そして私は分かっています、財源がどこにあるのか、どこに隠されているのか、どうして高齢者の問題が進まないのか、子どもの待機児でもそうです、70%, 70の確率が起こる。 首都直下型地震、どうして東京都はその死者数を9700人というのか、なぜ政治が死者をあらかじめ定義しているのか、おかしいではないか、すべて待機児童も待機高齢者も死傷者もゼロにできるんです、その財源も方法論も知っています、私はそこに恩返ししたい、こういうふうに思っています。ととにかく東京は世界の中心地という、 そういうような文化も担っていますそういう東京に対して今党派を争ってる場合じゃないんです東京は自民党のものでもない東京は民進党のものでもないしかといって共産党のものでも公明党の党でもありません東京は都民のものですこの東京の都民のために本当に何をすればいいかまだ間に合います四年後のオリンピックも含めて高齢者問題もまだ間に合います 財源もあります私はこれをなんとか訴えそして実現したい人様にお願いするときにまず自分から私は公約のそのゼロとして自分自身の知事給与をゼロにすることをお約束します全額返上1か月145万6千円の知事給与年間2600万円を1期4年1億円をお返ししますその代わり 4年間の知事職で上杉よくやったな上杉やるじゃんこういうようなことでお認めいただいたら2期目からは給料を頂戴いたします東京は今や党派で争っている時期ではありません団結して東京の問題点を解決する時ですぜひ、えー、皆さん私は方法論が分かっています一緒に東京を助けましょう 東京都知事候補者無所属、上杉隆さんの放送でした。